乃木グループ闘技者トキタオーマー。今日のオーマさんの相手が、あの対するはガンダイ株式会社闘技者関林純。この大一番見逃せない。よし、構えて始め。ずいぶんおしゃべりな選手だな、おい。そうだ、お前らには権利がある。あらゆる策を講じて身を守る権利がな。一方、俺たちレスラーにあるのは義務。ん？てめえ何がしたいんだこら。それで一本取ったつもりかよ。一致力の流れを支配する技。意識がないのか。いつ以来だ、ここに来るのは。久しぶりに借りてくぜ。お前、何をした？前借りしてきたんだよ。いつもの大間さんじゃない。一体どうなってんだ。追い込まれれば追い込まれるほど。止まらねえか。まるで違うな。攻撃を受け切らずして何がプロレスラーか。どうした。